どうもどうも。あ、私何を散らかしとんですか。散らかしてない、片付けよ、ちゃんと。散らかしとるやん、これはもう。まあね、はい、それこそまあやっぱこの時期なんで、はい、バッテリー交換が多いっすね。わかるね、うん、もうそこら中でもうバッテリーが上がって早い、ほんまに。ああ、値段な、値段めっちゃ上がっとるよ な。そう、値段もめっちゃ上がっとる。電気もめっちゃ上がっとるしな。電気代やばない？そうよ、やばない。めちゃめちゃ上がったな。めちゃくちゃ上がったよな。うちも月1万ぐらい上がった。おいおい、そんなもんじゃ1万ぐらい上がってるもん。ほんま？まあ使用量の問題なんかもちろん、嘘でしょってなったもん。うん、やばいで。二度見した。あれって思って。インフレや、インフレ。いや、まあでもインフレに全体でなるんやったらな。そうなんや。そうなんや。あれあれあれ。インフレになってみんなが物価を上乗せできるんだったらいいんやけどな。ああ、乗せよ、乗せていこう。もうなかなかうまいこといかんのよな。いやーなけ、今それこそ最近多いんが、うん、やっぱ純正部品はまあもちろんなんやけど、はいはいはい、あの価格改定のスパンが早いよな。早い早い、もうだって何ヶ月とかで改定改定言ってくるやん。そうそうそう。でもうなんか例えばそのさっきもな、電話かかってきとって、うん、いつも あのお色卸屋さんから、はい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 、でなんか「おいさすいません」っつって、まだちょっとオイルの値段がっていうわけよ。待て待てと、一月前にも二月前にもなんかそんなこと毎月ぐらいの感じで言うなんかみたいなっていう、まあ、別にかまんないけど、うん、かまんないけど、もうそれやったらもういちいちもう言ってこんでもええよって言いながら。いやほんまに。でもあれよな、海外製品ってサクサク上げるよね、うん、いやすごい、ほんま。あれね、あの海外の輸入品とかすごいで、いやもうやばいよ。もうこれなんかあれやろ、天文学的価格になっとんじゃないの。もうこんなんなんかもうあれですよ、めっちゃ高いっすよ。電池も、電池がねすごい高いんですよ、このこの辺の会社用のバッテリーとかになると。これどこのやつ、バルタとか。これはな、プラティウムって書いてるんですけど、はい、世界シェアナンバーワンとか書いてますが、はい、今なんか世界シェアナンバーワンって韓国かなんかやろ。そうそうそう、だけどこれがそうだったりするんですけど、まあ、うん、あのあれですよ、だから電池系も結構ね、うん、あのすぐ値段が上がってたりとかするんで、この間もお客さんのそれこそあのほらロータスのやつ、はいはいはい、あれ交換しようって思ったら、うん、おっと思いのほかごめん言っとったよりも値段するぞとか、まあ、この間来とったトゥーランのやつもまあ似たような感じやし、でほら酔ったやん、あのいつものアウディのおじさんが、アウディおじさんな、うん、あれ何やっけ、オイル交換に行ったら、そう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 、3万いくら払ったってあれって前回1万5千円ぐらいやったのにおかしくないってなったって言ったな。純正オイルもなんか今リッター4千円も、そう、純正オイルも今ディーラーサイドのやつもかなり値段が上がってるらしいな。それはもうあれですね、うん、もう こちらがもうぼったくってわやですね。まあでも実際上がっとも上がっとるけんな、ほんま。まあでも輸入品はやっぱりもうほんまにまあサクサクやな。サクサク、もうしゃあないっていうのはまあもちろんあるんやろうけど、うん、ほんまサクサク上がっていく。いやーで、まあやっぱ輸入品って、うん、まあ、在庫とかのリスクもあるやろうから、まあ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 ね、ちゃんと2割3割上がるよな。上がる上がる。あ、やっぱな、日本人もそれぐらいな気持ちよく値上げした方がええと思うよな、うんうん、なんかな、俺なやっぱそのまあオイル屋さんなんかと話したと思うんやけど、うん、じりじり値上げをする方が、そうそうそう、やっぱいかんやし、うん、もう上げるんなら、うん、もうみんな気持ちよく上げたらええやん、うん、でもうそれをもうしょうがないなっていう風にしていくやっぱ風潮はな、うん、はい、大事やと思うよ。そうなんです、ほんまに。だからうんちん上げてくださいお願いします。うんちん上がらんのですか。いやきついな。そうなん、これはもうたまに、まあ、大きい声では言えんけど、もう、うん、安いで行くとこ多いんや。あ、まあまあこういう世界よな。そうそうそう、こうすん、あいつ、あいつは安くても大丈夫ですよっていう、すんってやろ、うん、なんで大丈夫なんや、おかしいやろがっていう。あ、いろんな犠牲の上に成り立っとんやろうけどな、ほんまに。原価が計算できないマンがいっぱいおぎょうかな。あと蓋開けたらもう大変なことになっちゃう。そうなんですよ。あ、まあ、儲かっとるか儲かってないか分かってない人いっぱいおるんで。マジで、うん、マジで。そうなん、まあ、でも駆け抜けよるようなイメージはあるな、ほんまに。そうなんです。そう、うん、まあでもほんま、まあもちろんこういうバッテリーとかちょっともそうやし、うん、あとはな、海外製品、はい、例えばこれ、この間買ったこれとかも、またまた、は
んなアマゾンで中華製の安いやつやったらもう3000円か5000円であるのに、バカバカバカ、安定化電源なんてその何十万も払うなんて、いやもうだってあれよ、某大阪のあのあそこの人に、悪い車屋さんです、ね、悪い車屋さんにお貢ぎして、はい、まあもら分けてもらったけど、もうしもべやな、うん、あの長いものには巻かれる方やけ、うん、基本的には、うん、あこの人長いなって思ったら、うん、あの永遠巻かれる方やけ、そうなんや、そう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 、ほんでまあまあでもな、いろいろやっぱ考えようってんけど、安定化電源もいろいろ見たんやけど、うん、結局そのじゃあ何のためにこいつを買うのって言ったら、うん、ひょっともしものがあった時のために買うやん基本、うんうん、ほんだら、うん、下手に安いわな、怖くて買えんほんまに、いや中華製の5、6千円でいいじゃないですか、いやいやいや、それ我がのすんやったらええよ、我がのすんやったらな、いや俺も持っとるよ、え持っとるよ、じゃあソーダさんの結構使えるよ、あらしゃ、じゃあソーダさんのモデル X で何か長期のやつをやるときはそれを使いましょう、いやそこにいいやつある、いや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 、そんなこと言わない、あるもんはいいやつ使った方がいい、いやいやいや、せっかくね、まあ、確かにいっぱいお金出してカッターで使った方がいいんで、まあ、確かにそうなんですけど、うん、なんでまあこういう工具系とか、うん、その海外輸入系のやっぱり製品も上がってるし、うん、なんならで、うん、ソフト代が上がってるけどな、ソフト代上がっとんかな、うん、分からんけど海外輸入のアップデート、ネットフリックスとかめっちゃ高なったな、あなんかよったんや、えあれクリスがやったんやけど、ダゾーンも値上がりして F1 が見るだけにどうのこうのとかっつったらなんとかって言ったりとか、もうどうすんよこれ、日本人ぐらいでステルス値上げとかわけわからんことしょうやつ、そうだっけ、もうだってなもう上がりますきりってえと思うんやけどな、うん、もうみんながパンパン上がって全員がな、うん、上げて、うん、でもう一緒に給料も上げたら、うん、好景気がやってくる、そりゃそうよ、うん、伸びるだがしかし、うん、日本人やから、この間のさ、うん、あのほらテスラの何やったっけ、あの、あの不動に分賃になったやつだったやん、 はい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 、あれのコメントの中でも見よって、あなるほどなって思ったんが、うん、結局やっぱりそのそういう問題とかが起きた時に対しての、うん、そのなんていうクレームの付け方というか、あの文句の言い方が、まあ、まさに日本人って思った、俺はもうな、うん、うざいうざいって言わない、もうあのうざいって言わない、あの人らうざい、うざいって言わない、まあうざいって言ったらあれやけど、だってあのうざいコメントホイホイやん、ホイホイ動画、いやまあまあまあホイホイ動画やったんやけど、うん、そのなんていう、いやだからそのチャレンジをしょるわけ、おうおうおう、だからまだみんなやってないことに対してチャレンジをしょるわけやから、まあ、基本的にはやっぱりいろんな問題っていうのが発生するわけやし、まあ、それを織り込み済みである程度そこに、まあ、未来に投資をしとるっていう部分も あるんやと思うよ、俺はあのテスラに関してはな、特にそれがよ、うん、もう鬼の首取ったように、あの動画を上げた途端にほら見たことあるほらもうアメリカなんてそんなもんですよ、もうだから僕は買わないんです、日本がいいんですみたいな、そうでもやっぱり、まあ、確かにその、まあ、リソース的なものとか制御的なものっていうのもあって、それはマージン残した設計をすればそれはもちろん、まあ、万が一っていう確率は減るんやけど、はいはいはい、それをしてしまうとやっぱ失うものもあるわけよ、どっかの TYT の電気自動車みたいにさ、はい、急速充電は1日2回までにしてくれ、そう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 とかなるわけよ、使えねえってなる、そうだけん、そこはやっぱりある程度リスクを取って、そのまあ要は設計を、はい、まあしとるわけでございますよ、先生電池が切れました、ほらもうこれで電欠になってもうこいつやってダメになるかもしれん、ほんまに、ほんまにちゃんと充電してないんですかすいません、だから僕もあのそれ危ないんで、はい、本当に、まあ、なんでね、まあそういう考え方とか、そのなんていうの、ある意味そういうのリトマス試験紙ができて、おめっちゃ楽しかったよ俺個人的には、あれやろ、まあ、騒ぎ立てるコメントばっかりでな、そう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 、俺も煽られたっけ、いやでもなんかでもテスラ乗りの人の方がなんか神経質なコメントやな、うん、ああかもしれん、だけ、うん、あれじゃない、第1期テスラ乗りと、うん、第2期テスラ乗りと、うん、第3期テスラ乗りってわけじゃないけど、やっぱ初期面に近ければ近いほど、うん、はいはい分かってます分かってますと、そうそうそう、まあおおらかな気持ちやん、うん、でそれがあの今の面になってくるに従って割と手厳しいよな、なんかこんな動画を上げたらイメージなんじゃないかみたいな、うん、そう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 、だってしょうがないやんと思いながら、うん、そうそう、でもだってそんな嘘つき呼ばわりされとったで、ほんまに、お嘘つきは泥棒の始まりって書いてた、マジで、ほんまか、じゃあ俺は多分もう毎日泥棒で俺はあの天使の嘘をいっぱいつくけん
天使の嘘やったらいいけど巻き込むやつもあるけど、ね、あらららら、それはしょうがない、それはしょうがない、大体みんな話3分の1ぐらいしか思ってない。あ、そう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 、ええー、ですよ、ええー、ですよ、それぐらいでね、本当に。ほらほら、また始まったって思う。いやだけ今日の気分の何時何分の気分でこいつは今喋じょるってあるけどな、ほんまに。はい、まあ、ということで、まあ、そんな物価の高騰の話からテスラの話になりましたが、ね、まあ、皆さんもね、あの欲しいものがあったら早めに買った方がいいっすよ。まあ、でもそれがインフレやけ。そうで、あの買おうと思った時は買い時やけ。そうなん、いやほんまにマジで。インフレの時はやっぱり早く買えば買うほど得をするから、うん、お金が回るんですよ。いやほんまに、うん、なんでね、あのもし欲しいものがありましたら、まあ、特にね多分4月から3月からぐらいで、あのまた上がるやつも結構あるんで。でもな、はい、バランで何が、あのバルチック海運指数はもう今だだ下がりやからね。マジで、あれはインフレの指標っていう意味もあるから、うん、ひょっとしたら来る、また逆転現象が来るかもしれない。マジで信じるか信じないか、あなた次第ですってやつ。はい、分かりました。じゃあまあこんな感じでね、はい、またあの、思いついたことをこうやって発信していきますので、また興味がある方は見ていただけたらと思います。はいはい、それではチャンネル登録、高評価、メンバーシップもよろしくです。ではまた、バイバイ。ドイツからやってきたワグナー MC オイル、ワグナー MC オイル、あなたの愛車にこの一本。